はい、カパーチェブクロカッパ園長です。じゃあ今度はね、日本がすごすぎるだけだ。これ何かというと、トルコのね、ある大物政治家の方がね、なんか日本とのこの地震対策、トルコと日本の地震対策の差に、なんか悲痛の声っていう、そういうお話ですかね。これニュース見た方いると思いますけど、これ地震あったんですよね。トルコ政府、イズミル県沖のエーゲ海で30日発生したマグニチュード 7.0 の大地震で、トルコの防災当局が1日、犠牲者が76人になったことを明らかにしましたと。ちなみにギリシャでも2人亡くなってるんですけども、まあ大きな被害を受けたこのイズミル県では、およそ20のビルが倒壊したと。で、現在も救助隊による捜索活動が続いているが、少なくとも60人以上の被災者の方々が瓦礫の下に閉じ込められていると見られていますと。で、この痛ましい被害を受け、トルコ公正発展党、まあ政党の名前ですね、の副党首の一人で、前政権では環境都市計画大臣も務めたメフメット・オズハセキ氏が、日本で地震が起きた時人々はベッドの上で熟睡しているが、なぜトルコでは人々が亡くなってしまうのだろうかと、日本とトルコの建物の耐震性あるいは技術の差を嘆いていましたと。で、このオズハセキ氏の発言は大手メディアでも取り上げられ大きな話題になっていたっていうことなんですよね。だからまあコメントがほとんどトルコの人ってことになるのかな。じゃあちょっと順番に見ていきましょうかね。最初の人、日本政府は欠陥だらけの建物を認めることはない。うん、姉派さんとかかつていましたけどね。まあその姉派さんのね、が手掛けた建築物ですら、東日本で決して倒壊はしなかったんですけどね。で、次の人が、日本の建物は優れた耐震技術が使われているから、向こうではマグニチュード7以上の地震が起きても建物の倒壊で亡くなる人は限られてるんだ。他の国ではそれ以下の揺れでも倒壊しちゃうんだけど。で、次の人、日本人は自分たちの身は自分たちで守ろうとする、トルコ人は神が守ってくれると考える、この違い。で、次の人、日本の政治家は何か問題を起こした時には辞任するし、なぜこの国はまともな政治家がいないんだ。次はトルコは政治家と請負業者が結託して違法な建築物建ててるからだろう、日本人は耐震技術のしっかりした家に住んでるから安心して眠ることができるんだ。で、次の人が建築家の一人としてその理由に答える。日本には違法を容認するような建築家がいないからです。いや、かつて姉派というちゃんとした法体制も完備されていて、建築家はそれにしっかりと従っているんだ。で、次の人が、もしあなたが日本人のように誇り高い人間なら、とっくに議員を辞職してるはずだけどね。で、次の人が、日本では1995年に神戸で起きた地震の後、耐震基準がより厳しいものに変更されたことが大きい。で、次が、道路も雨が降るたび崩壊するからな。そんなことは日本とかじゃ絶対ありえない。で、次の人が、あなたが政権中枢にいた時代にどれだけの違法建築が許可されたことか。で、次が、日本人のようなモラルや責任感がトルコの人間に欠けてるからだ。で、次の人が、地震が悲劇になるのは宗教で禁じられてる行為を行うからではない。欠陥だらけの建物を作るから地震で悲劇が起こるんだ。日本では大きな地震が毎年何回も起きるけど、建物の倒壊で犠牲者が出ることはない。絶対ないとも限らないんですけど、それは神が、日本の神は神道の神だが、我々より日本を愛してるからではないだろう。ないですね。で、次の人、日本人はモラルのある国民だからだ、一部の仏教徒以外は信仰に疎い人が少ない。極論日本には宗教がないんだ。モラル形成のための手段ではないから。で、それに対して自分はムスリムだ、そしてそのことを誇りに思っている。だけど宗教は政治と絡めないことが重要だと思う、利益のために宗教を利用することも避けるべき。で、次の人、日本が重視するのは宗教じゃなく科学、そしてあの国には全ての命に対する敬意がある。で、次が、日本人の多くは無神論者、神に運命を委ねることをしないんだよ。なんか地震とか違法建築の話から宗教の話になってんな。突然つまんなくなったんですけど。で、次の人、いや、国民がその答えを知りたいわけなんだが。で、次は、どう考えても政治家たちの差だと思うわ。
で次がトルコの建物が大きな地震に弱いのは建築業者がまともな検査してないからでしょう。で次が日本人は責任感が違うんだよ。無神論者の日本人が建てる建物は壊れない。しかしトルコの建物は倒壊する。結局はモラルの差なんだ。で次が日本人は運命主義者じゃないからです。で次、俺たちはイスラム教徒なのに教えを守って生きていない。その結果が日本との差、恥ずかしすぎる。で次が地震に強い国にしたいなら日本から技術者連れてこよう。多分それでもダメですね。で次、日本人は名誉の民族だからこそ建築業者は愚かな行為しないんだろう。次が日本の政治家たちの姿を見てごらん。きっと日本との差の理由がわかるだろうから。あ次の人、あなたは20年間権力の中枢にいるでしょう。日本との差の答えはあなたが自分で導き出すべきでは。で次の人、日本人は責任感を持って仕事に取り組む。そして常に問題点を考え、解決策を見つける。ダミンを貪るだけのこっちの政治家たちとは違うんだ。で次の人が、ああだって日本の建物には耐震技術使われている。トルコは大きな地震に耐えられないであろう古い建物ですら新しく建て替えられることがないし。次が、正直言って日本がすごすぎるだけだと思う。大抵の国では地震が起きた時には建物の倒壊は起きるものだよ。もちろん仕方ないと言いたいわけではない。で次、政治家が自国と日本との差に驚いてる場合じゃないだろう。そうですね、そのツッコミは確かに気持ちはわかりますね。で次の人が、日本人は神頼みしない無神論者だから。割と神頼みはありますけどね、でも結局は自分でどうにかするしかないっていうのもわかってますよね。で、あなたたち政治家がよくわかんない仕事にうつつ抜かして日本から学ぶことしなかったからでしょ。で、次の人が、大臣のコメントが比喩的なものでないなら、それに対する答えは本当に君の言う通りだと思う。で、次の人が、日本人は誇り高い人たち、自分たちの仕事に真摯に取り組む。だからこそ地震にも強い立派な建物ができるんだよと。まあこんな感じだったんですけども、なんか日本人は無神論者とか神様に頼らないとか、なんかちょっと偏見というか、やっぱ知らないんだなって思いましたけどもね。まあ宗教はね、まあトルコの場合だとイスラム教になりますけども、まあ否定するような意見が散見されたんですけどもね。そもそもですよそういう話じゃないじゃんだって、ね、まあこれはもう世界中の人たちが知ってる通り、日本ではね、地震のみならず自然災害がね、もう一年中どっかしらでなんか起きてる、そういう国ですよね。だからなんだろうな、日本は確かにね、この人たちが言うように、トルコの人たちが言ってたように、何度も何度もこの地震だけで、地震だけ数えてもね、相当の数痛い目に遭ってるんで、確かに耐震技術はすごい発達したしね、とんでもないレベルにあるのかもしれませんけども、とりあえずはまあね、実際このトルコでね、不幸があったんで、ね、地震で亡くなった方もいるんで、なんだろうな、一日も早い復興をお願いしておきますが、ね、被災された方が一人でも多く助かりますようにですけれども、まあちょいちょいね、途中でちゃちゃ入れましたけど、ほんの少し前ですよね、この姉派さん、建築士ですよね、いて、まあその時もなんか、なんだろうな、設計不備の疑いがあったりとか、まあその後だと、なんだろうな、レオパレスの話とかもありましたよね。だから決してなんか日本に暮らす日本人がね、みんながみんな、なんだろう、変なことしない清廉潔白な人だらけなのかって言ったら、全然そんなことはないですけども、ただやっぱ不思議なのは、やっぱなんで地震の話してるのに宗教の話が出てくるのか、そこはちょっとよく分かんなかったですよね。でまあ個人的にはこの日本ってね、なんかこう無宗教とか無神論者みたいなこと、海外の人たちからね、見られること多いんですけども、そういうことじゃないと思うんですよね。このなんていうのかな、もう染み込みすぎちゃってて、普段こう生活してるところでこの意識してないだけ、日本人のこの倫理観とかはやっぱり仏教とか神道の教えから来てるもんだと思いますんで、そういう意味じゃ別に無神論者というわけじゃないと思うんですよね。まあ人が人として、やれることをね、すべてやり尽くした上でですよね、人事を尽くした上でこの天命を待つっていう、そういう意味でのこの神頼みですかね、そういう精神はまあ別にあって、おかしくないと思うんですけど、
まあトルコもね、地震の頻度で言ったら日本ほど高いわけじゃないんだろうし、ね、技術やこの意識のこうなんていうのかな、発展とかをそこまで日本ほど迫られていないのがまあ一番の違いだと思いますからね。これはもうしょうがないですよね。うん、まあ被災された方ね、一日も早くね復興を果たすことができるように、お祈り申し上げます。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。